皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはミスショットタイプ別の素振り法ということで、今回はスライス編やっていきたいと思います。コースでですねスライスが出る方は今回の素振りをぜひ試してみてください。スライスが出る方の原因といたしましては、まず体の開き、そして、大きく分けると体の開き、上体の起き上がり、そしてフェイス面の開き、スイング軌道とかいろいろあるんですけども、今回やっていただきたい素振りはフェイス面をしっかりと意識すること、そして体の開きを抑える素振りをすること、この2点をですねちょっと重点的にやっていきたいなと思います。まずフェイス面が開かない素振りというのは、もちろんそうなんですけども、なるべくインパクトゾーンですね、腰のラインからインパクトにかけてのフェイス面の動きをしっかりと頭の中で描けるようにするということが大切になってきます。どうしてもスライスをする人ですね、見ているとここのポジションからのヘッドの動きっていうのが、どうしてもこの辺りぐらいまで開いてくる動きが作って、インパクト直前でフェイスをローテーションさせようとするけども実際に間に合わないといったケースでスライスになってしまうことが多いです。なのでもうこの腰のラインでスライスするかフックするかっていうのはもうある程度決まってきます。このポジションで手元が浮いて開いてしまえばもうスライスが出てしまいます。なのでここのポジションまでの動き、ここでのヘッドのポジションの形というのをしっかりとイメージをしてください。このポジションですね、自分の前傾角に対してスクエアにストレートになっているというのが正しい形です。例えばこの状態だったらもう右に行きます。ここから正しいポジションに来てからストレートにボールに向かっていく、これが正しい動きになります。だからので今回はですねちょっと単純なレッスンなんですけども、腰のラインでフェイス面をチェック、そこからここからまっすぐにインパクトに入ってくるイメージ、スイングの軌道ももちろんそうなんですけども、インサイドから入ればフェイスは右に向いています。ここからストレートに入ってきてストレートにフェイス面が向いているという感覚を何度もですねこう意識して繰り返し行ってみてください。こういう形です。でこの動きを作るためにどうしたらいいのかっていうところなんですけども、もうなるべく手を使わないっていうことが絶対な条件になってきます。ここで例えば手元で打ちに行こうとすれば開く、手で打ちに行こうとすれば逆に返ってしまいすぎるということが言えますので、今回はこの動きを何度も繰り返し行ってストレートのイメージを養うということをやっていきます。そしたらインパクト、例えばですねこう線を何か見つけていただいて、この線に沿って上げていき、その線に沿って下ろす、この時に腰を回しながらインパクトへと向かう、この素振りをですね往復で何回もやってください。そのまま続いてフォローの動き、これも腰までの高さで結構です。この時に例えばまっすぐに来ているのにこういうふうに返してしまったりとか、肘を抜いてしまうと開いて右にボールが飛んでいってしまいます。このポジションからまっすぐに来たらこのまままっすぐに回転をして出していくといった動きです。こういうふうにすればまっすぐ行くなっていうイメージをですね持って、ここからここまでの素振りを大事に練習をしてみてください。続いては体の開きを抑える前傾角を伸び上がらせないといった練習なんですけども、これはですねよくやらせていただくレッスンで、このように左手でこういうふうにクラブを支えていただき、この間を通していく、この時にこのクラブがこういうふうに倒れないように、こちらに倒れないように意識をして腰を使って回転させていく、この時にですねこのクラブに手が当たらないようにということも意識をしながら練習をしてください。なるべく手は体の近くに通すというイメージを持って、この体の開きを抑える練習、伸び上がりを抑える練習というのをやっていきましょう。これで体が伸び上がってしまえばクラブはポンと落ちて倒れてしまいます。この2つの素振りですね、意識しながら練習をしていただけるとスライスボールが減ってきます。ぜひ一度皆さん試してみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。
これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。